こんにちは。アートギャラリー春木ハウスの額装家をしています滝ひろ子です。今日もオーダーで作らせてもらった新作のご紹介をします。こちらです。こちらはですね、まあ、あの立花直樹が描いたハートの絵になるんですけれども、株式会社ラブパラオさんというあの障害者支援などのね、障害者支援とか、まあ、スポーツ支援をされていらっしゃる会社 の, あのロゴをご依頼いただいて、立花直樹がそのロゴを描いたんです。でその描いた原画の額装をまた私の方にあのご依頼いただいて額装させていただいたものになります。あ、まあ、ご夫婦でね会社をされてるんですけれども、特に代表の宮里さんはあの100キロマラソンの世界チャンピオンでもあって、東京のパラリンピックに出場予定のあのマラソンの選手の伴走をされたりとかで、あの宮里さんご自身もアスリートとしてもう現役で活躍されている方なんですね。でそんな、まあ、あのいつもですね仲良くさせていただいている宮里ご夫婦なんですけれども、その、まあ、ロゴを立花直樹が描いてですね、イメージは描いたイメージはあの宮里さんご夫婦と3人のね可愛いあの小さな女の子のお子さんがいらっしゃるんですけれども、3姉妹でね、でその、3人のお子さん娘さんを、まあ、一緒にこのハートにこう囲んだ感じでハートの絵にしたものになります。で爽やかなねそのブルーで囲われているので、まあ宮里さん代表の宮里さんのその、まあ、大きな愛でこう包んでる感じにも見えますし、すごく爽やかなんですよね。でこの、まあ、額装をさせてもらうにあたって飾る場所がナチュラルでシンプルなお部屋に飾られるっていうことなので、そのお部屋に合ったちょっとシンプルな感じ の, あのデザインにさせてもらいました。はい、周りがですねこの一番あの外側の、額が、ちょっと白なんですけれども、ちょっとこう素焼き風の陶器のような額縁を使っているので、中をですね、まあ、その延長というか中もこれ実は紙、中は紙で作ってるんですけれども、この素焼き風の陶器のようなあの丸みをちょっと出したいなと思って作ってみました。はい、でこのハートのその輪っかがですね、宮里さんご家族のまあなんていうんですか、みんなをこう元気にさせるようなあのエネルギッシュなですねその輪っかの広がりだったので、この輪っかの広がりを外にですねその放出させるようなあの額装にしていきたいなと思って、丸みを帯びたその額縁をこう2つ重ねて外に向かわせる、影響力というかそういったものをこう額縁のその輪っかのあの丸みのを重なりで、ちょっと表現してみました。はい、で少し、まあ、カラフルなあの絵なので、額縁のこの重なりの間に少しずつちょっとチラ見せをして、柔らかくてカラフルな印象も残しています。実は、まあ、私もこの、宮里さんがね経営されているラブパーラオっていうその子どもたち、障害のある子どもたちが、放課後とかね休日にあの集まれる、施設をされてるんですけれども、そこで、週に1回だけなんですけどね、学習支援で子どもたちにちょっと勉強を教えたりとか、教えるというかもう勉強、まあ、宿題を一緒に見てあげたりとかしてるんですけれども、もうその子どもたち本当に元気で素直ですごく優しい、みんな優しいんですよね。なんでこんなにこう優しくしてくれるんだろうみたいなのがあって、私もいつも楽しく子どもたちと一緒にね勉強させてもらってるんですけれども、はい、多分ねその施設があるから、まあ、子どもたちも元気いっぱい楽しめるし、そのお母さんたち、ママたちね、まあ、ママだけじゃないんですけども、そお父さんたちとか親御さんたちが、まあ、安心して預けて、まあ、家庭だけではねできない、その思いっきり運動させてあげるとか、思いっきりその部屋の中でも遊ばせてあげれるみたいなところがあってね、あの助かってるんじゃないかなと思います。はい、ラブパラオは大阪の、西区ですかね、西区に施設がありまして、すごくまあ人気の場所なんですけれども、もしご興味がありましたら、リンクを貼り付けておりますので、ぜひお問い合わせしてみてください。
ロゴの作成のご依頼と、学装のご依頼もいただきましてありがとうございました。